猫バスとは何かっていうと、みんな大好き猫バスですね。特徴はですね、異常なまでの擬態。つまり何かのふりをするのがうまいと。このウィンカーみたいなやつがですね、ねあのネズミになっているのをご愛嬌として、このドアの部分が自動ドアみたいにドゥイーンと開いてですね、目がご丁寧にあの輝いてですね、中にはですね、座席まであると。で、上の部分にですね、つかもりっていうのがあって、行き先指示器もカチャカチャと切り替わると。なんかこう、作り込みっていうんですか。 まるであのフィギュアみたいな、おもちゃみたいな感じがするんですけども、それの当たり前ですね。このネコバスの正体っていうのは、あの、人を化かす化け猫なんですね。えー、高畑伊によるとですね、人を化かす、あの、生物っていうのは、キツネ、タヌキ、あと猫だけっていうふうに、まあこれあのうちにあの平成タヌキ合戦ポンポコ作るときに言ってるんですけども、その化け猫なんですね。えー、化け猫なので、宮崎駿がですね、あの、インタビューで答えてる設定ではですね、 もうあの今はバスに化けてるんですよ。で、バスに化ける前は何かっていうと、あの、カゴ課金に化けてたそうですね。江戸時代は。あの、いわゆる本当にあの、なんだろうな、お侍さんとか移動するときの例のカゴですね。つまり、人足が、 前後二人いて、真ん中にカゴがあってっていう部分を全部化けてたそうなんですね。四 <laughs> <laughs> つ足だからできるんでしょうけどなかなか器用ですね。で、それで人を騙して遊んでたと。つまり、なんか薄暗くなってきたんで、江戸でカゴに乗ったらですね、30分も乗ってないのに降りたらですね、鎌倉に着いちゃったと。で、びっくりすると、そういういたずらをするようなですね、化け猫です。だから、 化け猫で、前はカゴに化けてたからこそですね、人間にバレないようにディティールまで真似るわけですね。めちゃくちゃ細かく真似るわけですよ。で、これがですね、あの、メイと子猫バスというですね、ジブリ美術館だけでやってる作品ではですね、ついに電車に化けたりです、ね、<laughs> こう後ろにスクリーついてるんですけど、あの、船に化けたりしてるんですよね。<laughs> 巨大な、なんか長い猫になっちゃって、電車になって。 あのー、まあ、こいつらが趣味でやってるんですけど、バカすためにやってるんですよ。鳩場に行って、あれ、俺、俺の船どこだっけって言って、乗ったら違うところへ連れて行かれるとかです、ね、<laughs> 電車に乗ったら違うところへ連れて行かれると。まあ、つまりこれ、ゲゲゲの鬼太郎のですね、幽霊列車みたいな話なんですよね。ゲゲゲの鬼太郎だった幽霊列車で、なんか列車が知らないうちに地獄に連れて行かれてもう帰れませんよっていう怖い話になるところをですね。 この宮崎駿の解釈では、いや、妖怪っていうのはそういうもんじゃないよと、もっといたずらするようなもんだよと。なんかすぐに死ぬところへ行ったり、そういう安直なイメージで捉えるのは違うんじゃないかというふうに思っているのでですね、こういう、なんかこう、面白い、猫っていうのはいたずら好きで化けたいと。まず化けたいがあって、その時に人を騙していたずらしたいというのがあるので、こういう生物になるんですね。あの、 トトロでですね、いろいろ読んでですね、宮崎駿の発言が面白かったのが、水木妖怪とか百鬼夜行賞とかあるじゃないですか、百鬼夜行とか。あれね、あの、宮崎駿ね、実はあんまり好きじゃないみたいなんですね。好きじゃないっていうのは、つまり、水木妖怪嫌いだっていう意味じゃないんですよ。日本人の全てが、なんかこう、一旦無免って言うと、水木妖怪が頭に浮かべたりですね、砂掛けバ,バアって言うと、 水木さんが描いた砂掛けパパが頭に浮かぶのが嫌でしょうがないみたいなんですね。そうじゃなくて、俺のイメージ見てほしいっていうですね。なんかその、なんかこう、絵描きの差がなんですね。だから、猫バスはですね、あの、水木妖怪に対して違うだろうと、よう描いてこうだろうと水。水木さんが化け猫描いたら、なんかこう、猫を怖く描いて、で、えー なんかペンガーみたいな、あのー、すごい細密な絵でですね、猫の毛並みとかを描いて、で、それがニヤッと笑ってて、怖いところへ連れてくみたいなイメージで描くと思うんですけど、そうじゃないと。猫が怖い顔をしたら当たり前だと、そうじゃなくて、化け猫っていうのがどんなに面白くするのかっていうやつで、なんかその、化け猫が単なる怖い顔をした大型の猫だったら、そんなの水木しげると同じだよっていう、なんかもう手塚さんもと同じだよというふうなこの音と同じようにやって、 やっっちゃってるわけです。なので「猫バス」というのは、えー、これは宮崎駿流の妖怪なんですね。仕上がりにト